皆さんこんにちは、小紫まゆみです。風のシーズンが到来しましたよね。空気も乾燥していて、周りでもインフルエンザ、風邪をひいたっていう人が結構増えてきました。さて、私も元アナウンサーで今も話す仕事を中心にしていますので、この風邪ひくと非常に困ります。声が出なくなる、ガラガラ声になるっていうのはね、もう商売道具が即使えなくなるということにもなります。そこで今日はアナウンサーが実践している風邪撃退予防の3つの方法をお伝えしたいと思います。まず、1つ目なんですが、それはですね、こちら、じゃん、マスクです。特にですね、これは日中ね、外に出かける際とかつけている方非常に多いんですけれども、私のおすすめはですね、夜寝る際にぜひこのマスクをつけていただきたいんですね。ちょっとね、顔をこうやって覆ってしまうと、私もどちらかというと顔が小さいので顔全部がマスクになっちゃうんですが、鼻のところはマスクしないでも結構です。鼻までかかるとちょっと鬱陶しいという方は鼻の部分を折り返していただいて、口の部分だけでも結構なんですけれども、ぜひマスクをして寝てみてください。これね、慣れると平気になります。そして効果大です。朝起きるとね、この時期なんか喉が乾燥して胃が胃がガラガラするっていう方って多いと思うんですけれども、空気が乾いているっていうこともあるんですが、寝てる時ってね、意外とその口で呼吸をしている方が多いんですよね。こうするともうてきめんに喉が乾いてしまいますので、このマスクで、その喉の潤いを守る、乾燥から守るということなんですね。ちょっとね、水道水で濡らして、濡れマスクにして寝るとより湿った潤いのある、空気が喉と口を守ってくれる状態になりますので、おすすめです。やってみると、ああ違うなというふうに思います。さあ、そしてですね、もう一つ、日中はマフラーなどで喉を覆っている方も多いと思うんですが、やっぱりですね、冷えっていうのも風邪には大敵になりますので、じゃあどうやって冷えを防止するか、夜寝るときはこうやってタオルを、ちょっと今うまく巻けてないんですが、2つ折り3つ折りぐらいにして首の周りに私はぐるぐる巻いて寝るようにしています。こうすると首の周りがとても暖かくて、体も温まって、睡眠の時もね、寝る時も、とても快適に寝ることができます。そして、もう一つ、喉、そして体を風邪から守る方法、3つ目なんですが、それはですね、鼻呼吸を心がけるということです。現代人は口で呼吸する口呼吸の人が増えているということなんですが、口で直接息を吸うとですね、風邪のウイルスを直接喉に吸い込むということになって、非常に風邪をひきやすくなるんですね。一方、この鼻呼吸は鼻の中の、例えば鼻毛であるとか、そういったものがウイルスを、が直接体に入るのを除去してくれる、防止してくれるので、口呼吸に比べると、風邪から体を守ってくれる効果があるんですね。以上3つのポイント。1つ目はマスクをつけて寝る、2つ目は首にタオルを巻く、3つ目は鼻呼吸をする。この3つのポイント、ぜひ試してみてくださいね。